お弁当対ケンシ君です。今日はですね、ちょっとある人のことについて話したいと思ってるんですね。皆さん、剣道 YouTuber の剣道三段五段さんってご存知ですか？僕はご存知です。彼らなんですけど、なんかもともと教え子と先生のコンビらしいんですよね。で、その先生の方の五段さんっていらっしゃるじゃないですか。最近六段に受かったみたいなんですけど、おめでとうございます。五段さんがですね、ちょっと実は裏の顔があるっていうのを最近情報入手しまして、まあ、どんなことかっていうと、芸人さんなんですって。これ皆さんどう思います？ YouTube で剣道のことをたくさん楽しいこと発信して、芸人としてライブも出たりするんですって。なおかつ喋ったらめちゃくちゃ人当たりいいんですよ。最高すぎるやろ。これすいませんけど、ちょっともう情報暴露させていただきます。4月の22日金曜日ですね、神楽坂のホール、こちらの方でライブされるんですって。芸名はその線さんっていうのかな。いや、これは問題ですよね。ちょっとね、僕、まあ、当日にならないとわかんないんですけど、ちょっとこれは見に行かなきゃいけないかなと。大問題ですよ。この問題を、問題として、ちょっと問題を見に行きます。これは問題だよ。